お腹空いたな。え、なんて言った？これ気に入るはず。見て、世界の食べ物の不思議ルーレット。それ何？よく聞いてくれた。催眠術みたい。どこで泊まるかな。アメリカ。わあ、ハンバーガーだ。これは嬉しい。おいしそうだな。イエーイ。私もそれ貸して。やってみよっと。私も美味しいおやつが欲しいな。よし行くよ。中国いいね。何が来るかな。わあ、麺だ。いただきます。とってもいい香り。美味しい証拠だ。気に入ると思ったよ。なんか熱くなってきてない？これは辛い。おっと、それは良くないかも。よかった、やっと終わった。何が起こってんの？体がこんなに光るの見たことないわ。なんだか嫌な予感がする。おお、すごい移動だった。ここはどこ？見て、あそこ。あら、こんにちは。世界のフード対決へようこそ。なんだか楽しみになってきた。これは世界の食べ物ルーレットよ。どこで泊まるか、運命に従うのみ。誰にもわからないよ。めまいがしてきた。でも目をそらせない。泊まりそうだ。スペインに決まり。わあ、ほら。これを見て。すごいね。食べ物がたくさん。試すのが待ちきれない。全部美味しそうだね。もっと近づいてみよう。わあ、いい香りだね。素晴らしいわ。これは美味しいはず。私がもらうわ。そうはさせないよ。これは僕のだ。離して。私が最初に見たのよ。違うよ、貸して。見てられない。遊んでる場合じゃないのよ。あは、ぶどうゲット。でも残りはいただき。そこまで考えてなかった。美味しそう。まずはスープからいただき。うん、さっぱり。でも少し冷たいな。次はなんだ？おお、エビだ。いただき。おお、美味しい。残ったのはあなたと私ね。待って、いいこと思いついた。串に刺していって。それからキャンディーが必要。うん、美味しそう。でも助けが必要。私のペットのドラゴンのね。とっても可愛い。キャンディーを溶かしてほしいの。お願いお願い。君ならできる。さあ始まるよ。とっても凶暴なドラゴンだからね。この部分がお気に入り。さあやって。わあ、見て、うまくいってる。これでブドウを浸せるようになった。全体にコーティングさせてね。でも待って、まだあるよ。これでカリカリ感を加える。すごく美味しくなるはず。素晴らしいわ。食べてみよっと。うん、歯ごたえがいい。そっちはどう、ジャスティン？え？これを試してみてよ。え、親切にありがとう。これ僕のために作ってくれたの？わあ、こんな食感初めて食べた。気に入ると思ったよ。でもそれで終わりね。これ試してみなよ。ぜひ食べて。本当に？遠慮しないで。ありがとう、ジャスティン。これから食べてみよっと。おお、これは噛み応えがある。美味しい。シェアしよう。ああ、このエビ最高。あら、仲良しね。あの子が？あの、もしもし？嘘でしょ？ルーレットを回すわよ。あれ、動き始めた。あ、行かなきゃ。 USA! USA! わあ、来い来い。すごい量だね、見てこれ。うん、カリカリの人参にピザだ。わあ、楽しませてもらうよ。僕はどうなんの？いいよ、自分で回す。見て、フランスだ。わあ、ボンジュール。それしかフランス語知らないんだけど。まあ誰も気にしないでしょ。これを見てよ、美味しそうだね。僕ってば甘やかされてるな。これからいただき。デザートっていうのは分かってるよ。わあ、サクサクふわふわのペーストリー。感心した方がいい？こっちだってピザがあるのよ。ソースに浸してさらに美味しくしたら。わあ、すごい。待って、これってボタン？何が起こるんだろう。
押してみよっと。最悪の事態にはならないでしょ。さてどうなるかな。わあ、ジュースが大量に出てきた。魔法だわ。そして全部僕のもの。私にもやらせて。いただき、バナナで試してみよっと。うまくいくといいけど。待って、何なんだこれ。どれどれ、ちょっと待って、フライドポテトだ。なんてラッキーなんだろう。ケチャップまで手に入れちゃった。早速試してみよっと。フライドポテトは私のお気に入りなの。絶対に食べちゃう。揚げ具合も完璧だわ。あー、すっきり。もういいかな。飲みたいんだけど、一本もらえない？どうかな。全部飲んじゃった気がする。ごめん、全部空だ。あ、そっか、気にしないで。なんとかしなくちゃ。あ、わかった。中身を開けよう。残った中身を全部出して。残りのパックも同じようにね。いい感じ。でももっと必要だ。もうすぐ完成。ほら、これでいっぱいになった。え、それ私に？本当はとっても飲みたかったの。僕も人参もらうね。うん、美味しい。わあ、このご飯の炊き上がり完璧。本当に。ねえ、今日はサンダルって天気じゃないよ。つま先見えてる。つま先？多分新鮮な空気を吸いたかったのかも。もしくはお腹が空いてたのかな。うん、おいしい。腹減り足。なんだそれ。ものすごくおやつが食べたい。何かいいものないかな。ないな。ここにも何もない。もう、ママ買い物行ってたんだね。ナイスタイミング。何買ってきたの。なんで全部緑緑してるのよ。チョコとかない。チョコ、運がいいわ。甘いのはこれがある。嘘でしょ。あら、泣かないで。いいこと思いついた。待ってて、トルティーヤを準備して、その上にチョコスプレッドを塗るの。次にバナナ、その上にまたチョコを塗って。とってもクリーミー。ナッツを刻むのを忘れずにね。それを一口大に切って。完璧じゃない。お菓子タイムにしましょう。どうぞ。うわ、おいしい。気に入ると思った。ああ、勝てそうだ。ママ、M&M's買ってきたな。うそ。しかもファミリーサイズ。ねえ、開かないよ。そんな。おっと。仕方ないんだから。だからボールってものが必要なんでしょ。ほら。ああ、これで大丈夫だね。それ。これをいただき。まあ、何してるの。とっても散らかっちゃったじゃない。でも待って、いいこと思いついたわ。この小さなボトルを使えばいいんだわ。次にゼラチンを加えて、下までしっかり浸透させて。はい、できた。わあ、ゼリーみたいになった。おいしい。また役に立っちゃった。あー、この暑さで溶けそう。水たまりになっちゃうよ。水が欲しい。いや待てよ、アイスキャンディーがある。いいね、これだ。最後の一本もらい。落ち着いてきた。さっぱりする。なんでこんなに暑いの。ふう、そのアイス、そこで見つけたの。ちょうだい。あげないよ。ごめんね、これは私の。待って、わかった。氷はあるよね。ちょっとだけだけど。そうだな。あ、そうだ。これだ。自分で冷たいおやつを作ればいいんだ。
ュースを袋に注いでしっかりと封をする。それを氷の袋に入れて、きれいに入った。きちんと封を閉じたら、それをシェイクシェイクシェイク、イエーイ。暑さで気がおかしくなっちゃった。ワンワンワン、シェイクしよう。どんな感じか見てみよう。これでスラッシュの出来上がりだよ。夏に最高のお楽しみ。ねえ、それどうしたの？少し味見してもいい？お願い。食べてみたい？いいよ。はい、どうぞ。わあ、ありがとう。美味しい。知ってる。掃除もノリノリ。英語で4文字の色？わかった。はあ、お昼ご飯の時間だ。生徒が一気に出てきた。しかも全力で走ってくる。わあ、ちょっと待って。どんな生徒もお昼ご飯が待ちきれないはず。準備できてる？多分。怖い。やっぱり。安心して、たくさん用意してるから。でしょ、お腹すいた。果物食べたことないの？これ美味しい。ふさふさしてるけど。皮には栄養がたっぷり。最高。何？なんでもない。シリアル食べようっと。コーラとの相性が抜群なの。シュワシュワ。何してるの？完成。いただきます。最初の一口。何？変なの。いろんな人がいるんだね。このポテトフライ美味しくない？見て、ジェイクよ。かっこいい。今日のヘアスタイル素敵。やあ、元気かい？よう、ナオミ。ハロー。ねえ、昨日の映画見た？私たち、お似合いね。お菓子あげるよ。ほら。ジェイク、愛してる。夢見る乙女って感じ。って、何してるの？こんなの見てられない。やめて、キスしないで。やだ、やっちゃうの？どうかした？ポテトフライが。で、なんだっけ？私が邪魔者なんて悲しい。フライドチキン美味しい。やっほー。今ダイエット中なの。だから昼食はレタス。そのフライドチキン美味しそう。ポテトフライも？味気ない。私も食べたいな。よだれが出てきた。あ、食べる？大丈夫、頑張らないと。あ、了解。ダイエットしてなくてよかった。あ、つらい。見ながら食べたらレタスもチキンの味がするかな。はあ、あと少し。よだれが止まらない。ナオミ大丈夫？食欲なくなってきた。それは吐いちゃう。もう無理。あ、気づいていないみたい。なんか増えた？
みんな、聞いてる？って、何食べてるの？信じられない。この中に入れて。はい。まだあるでしょ？ああ、これで全部。満足した？はい、あなたも。これは罰。続けるわよ。ああ、ほんと最悪。授業受けてもいいですか？欠席よりマシ。ねえ、お腹すいた？うそ、お菓子がいっぱい。ちょうだい、お願い。ありがとう。それは何？もしかしてお菓子？何してるの？またお菓子売ってるの？やっぱり。校長室に行きなさい。その前に全部出して。はあ、しょうがないな。ああ、そんなに？私も欲しくなってきた。先生、いくら持ってるの？待って、全部あげる。ラッキー、ありがとう。袋持ってくるべきだった。必要な時は呼んでください。ナオミ、お菓子屋さん？はい、もう行った。このシーン大好き。何が起きたの？思いっきり飛び出ちゃった。か、顔が。あ、ごめん。これいる？食べられるよ。ねえねえ、さっきね、ケビンに話しかけられて、ついにデートに。わあ、ごめん。濡れちゃった。うん、ちょっとね。ティッシュ使う？タオルの方が欲しい。待ってました、ハンバーガーいただきます。わあ、あ、ハンバーガーが爆発した。なんでいつもこうなの？誰もいない。幸せの瞬間。遅れてごめん。大丈夫？はあ。え、そうだ。ダメ、絶対にダメ。私が開けてあげる。うん、はい、今回は大丈夫だった。今のところはね。やっとランチだわ。おいしそう。そこ、私の席よ。どいて。意地悪ね。ここに座っていいのは私だけよ。やっと落ち着いてサラダを食べられる。ちょっと、何なのよ。お気の毒。これもらうわ。あら、元気？昨日のドラマ見た？もう目が離せなかったのよ。お互い愛してるって分かった時なんか特に。そんな展開考えもしなかったわ。もちろん別の男の人がやきもち焼いちゃって。ちょっと、何なの？聞いてるの？他の人とでも話してくるわ。あら、あそこに行こう。何食べてるの？おいしそう。昨日何のテレビ見た？うわ、この子おしゃべり止まらないのよね。ちょっと、どこ行くのよ。もう、誰か話し相手いないかしら。いたわ。先生だったら聞いてくれるよね。先生、昨日のドラマ見ました？
殺人犯がまさかあの人だったなんて信じられなくて。面白いわね。でも授業に行かなきゃ。授業？まだ昼休みですよ。待って、私も行きます。それだけじゃなくてお化けもいるんです。お化けは亡くなった奥さんだと思うけど妹かもしれない。ちょっとこれを持ってて、トイレに行くからここで待っててくれる？待って、恋愛の話もあるんです。急いで、あの子が来る前に閉めなきゃ。誰と誰がデートしたかわかります？うわ、逃れられないわ。全然たまらない。そんなの予想もしてなくて。そうだわ、やば、これで聞こえないわ。よかった、ここがトイレじゃないと思えばいいのよ。キラキラのワッフル。そうだ、犬の話をするの忘れてました。どういうこと？夢か、よかった。こいつめ、絶対私が勝ってやるわ。フルーツに負けるなんて絶対ないわ。あれ、お菓子なくなったじゃん。ゲームで勝つにはガソリンがいるのに。こっちもないの？どうしよう、お腹が空いたわ。そうだ、思いついた、 VR を使うのよ。美味しそうなフルーツがいっぱい。あ、これ結構難しいわね。また私バカみたい。フルーツなんていらない。ドーナツが来たわ。痛い。そっか、現実じゃないのよね。ちょっと何してるの？時計を見てください。すいません。あー、美味しい。膝にお茶をこぼしちゃった。大変だ、大丈夫？どうぞこのナプキン使って。本当にどうもありがとう。いいんだよ、素敵な服が濡れてたら気の毒だから。あら、私の服好き？教室で見たんだ。黄色は私の好きな色なの。うわ、髪にべっとりついてるよ。待って、やだ、髪に絡まっちゃった。冗談でしょ？キャー、止まらない。こんな子をやめて。もう、なんて日なの？ゴミだらけ。まったくゴミみたいな日だわ。このクッキーを食べるの楽しみにしてたのよ。あら、元気？綺麗な髪ね。気味悪い子ね、隣に座らないでよ。はい。ランチの時間よ。美味しそうでしょ？どれから食べよう。気持ち悪い子ね。まず目玉から食べようと思うの。どう？口から見えるわ。キャー！こんな子の近くにはいられないわ。間抜けな子ね、すぐ怖がるんだから。あら、いただくわ。新鮮なキュウリ、おいしい。お昼休みだ。そうだ、手を消毒しなきゃ。綺麗な手は綺麗な生活、バイキンはごめんよ。あら、元気？うわ、机を動かさなきゃ、危険だわ。もう潔癖症ね。ありえない、バイキンを撒き散らされたわ。汚い。あら、そう、私はランチを食べるわね。お詫びにこのクッキーあげる。やめてよ、バイキンクッキー。食べ物にスプレーしないでくれる？ちょっと目に入ったじゃない。あら、元気？元気よ。授業で使うものをリュックから出そうかしら。これは机に置くもの。そしてペンケース。何してるの？だって昼休みよ。あなたがノロノロしてるから。
あら、じゃあこれはしまうわ。まずペンケース、そして飲み物を出して、ランチが入ったお弁当箱。美味しそうなサンドイッチ、いただきます。昼休みは終わりですよ。あ、ごめんなさい。授業の時間です。これしまわないと、ランチは後で食べよう。また幾何学の本を出さなきゃ。あれ、なんでこんなに暗いの？あなた何してるの？学校は何時間も前に終わったわよ。早く帰りなさい、急いで。ごめんなさい。それじゃあ。よっ、試合見た？ちょっと、あれ見ろよ。ねえ、僕のチョコバー食べる？お菓子あるんだ、分けてあげる。ポテトチップはプリングルス好き、美味しいよ。ああ、あのリンゴ。ねえあなた、そのリンゴ美味しそうね。欲しい？あげるよ。どうもありがとう。優しいのね。ポロシャツ似合ってるわね。なんだあれ、さすが人気者。さてチェックするわよ。お昼ご飯を検査しなきゃ。これ私の基準クリアしてる？まあ良さそうね。チーズサンドのサイズが合ってなさそう。全部測って測定しなきゃ。なんとか合格ね。リンゴ重さを測らなきゃ。小さすぎはダメよ。え、全然ダメじゃない。どうしようかな。すみません。このリンゴ。何？サイズが規格外よ。やばい、好みが激しい子だ。逃げよう。待って、ねえ、私のリンゴ。待って、お腹がぐるぐる鳴ってる。僕もお腹が空いちゃった。どうしたらいいんだ？食べ物ちょうだい。どうしたの？信じられないわ。ちょっと、はい、これを見て。これらを割って。ほら。どうしたら。ああ、鉛筆を削って、とても尖らせる必要があるよ。こんなもんかな。よし、行くよ。しっかり狙って発射。わあ、当たった。まさか、お金だ。ナイスショット、僕の番だ。いけ。え、なんだ、イタリアの旗？待てよ。うわぁ、スパゲッティだ。最高じゃないか。ちょうどお腹が空いてたんだよね。早く食べよっと。シェフを褒めたいくらい。完璧。え、なに？スパゲッティのシャワーだ。やめてー。何が起こってんだ？今のは予想外。でもかなり面白かったね。ちょっと待って。なんだこれ。なんだか嫌な予感。あ、今のはすごかったね。ここはどこだろう。世界のフード対決へようこそ。いい対決だね。次は何だろう。開けてみて。ん？おお、神秘的。これは罠かな。開けたらわかるよ。行くよ。ボタン押してみよう。そうしよう。おお、見てこれ、イギリスの食事だ。いろいろある。でもすごくベージュと茶色ばっかり。でもきっと美味しいはず。期待しよっと。どれから始めよう。これは難しい。たくさんの選択肢がありすぎて。どう思う？美味しそう。僕の番。おお、韓国料理だ。素晴らしいね。僕ってばラッキー。宴会だ。どれもすごく美味しそう。よだれが止まらないよ。待ちきれない。わあ、すごいな。さあ食べ始めましょう。おっと、ストップ。
え、なんか言った？この対決には時間制限があるの。やってやろうじゃない。負けないよ。僕は機械みたいに食べるよ。私のこと何も分かってないのね。本気で行くから。こっちだって食事の時間だ。頑張って。いけいけいけ。いただき。どこから食べよう。うん、魚。早くしなきゃ。待って、とっても繊細なお味。このレシピ聞いとこうかな。あれ、止まらないぞ。噛んで飲み込んでいくんだ。美味しいけどそれは無視。もっともっと。お、これは面白そうだ。試してみよう。箸の準備は完了。突撃。彼本当に噛んでるの？こっちも急がなくちゃ。がっかりさせないでね。まずはポテトから。口を大きく開けて。楽しんでる？もっとあるからね。ちょっと待って、これも試してみて。嘘でしょ？これを見よう。くれ、全部くれ。どうすればあれに勝てるのさ。何かいい考えある？え、何を持ってるって？見せて。少し変ね。でもやってみるわ。うわ、変なの。でももう何でもできることはやるわ。さあ行くわよ。口に入れて。容赦なし。消化不良がたくさん。スピード上げて。さて豆の時間よ。これ結構うまくいってるかも。そのままそのまま。終わりが見えてきた。これを詰め込んだら、チュクタク。はい、終わり。終了よ。見てください、全部食べきりました。待って、嘘、いつの間に。頑張ったのに。エミリーの勝ち。わーい、私ってば最高。すごかったよ。これが商品よ。わー、ハンバーガーの皿だ。ちょうだい。わー、ラッキーだね。待って、もうこれ以上食べられない。もうお腹いっぱいだよ。残念だわ。すごいワクワクするね。ルーレットを回して。私から行くよ。え、僕も回したい。離して。うん、そうはいくか。見て、スパイダーマン。騙されやすいんだから。どこ、あれ、もう騙されたよ。止まりそう。イタリアだ。何がもらえるのかな。おお、すごいおしゃれ。僕にも来た。これは素晴らしい。食通の夢が全て叶っちゃう。欲しいものは全部揃ってるね。早速食べよ。待って、何かが足りない。どうやって食べるの。まあだから手があるんだよね。まずはスパゲッティから。頭でも打ったの。そうやって判断しないで、別の方法を使おうっと。ちょうどこの人形があるから、ズボンはまくり上げておいた方がいいね。汚れちゃうかもしれないから。これでよしと。賢いでしょ。箸の代わりだよ。それらしくなった。おいしい。見てられないよ。まんまみーや。嫉妬してるだけでしょ。このトマトはみずみずしそうだわ。一つ試してみよっと。わあ、すごい。この味完璧。どんどん奇妙になってきた。僕はもっと上品にいただくよ。見ててよ。あ、全部取れた。ほとんど動かずできたよ。ここがお楽しみ。何してんの。制御不能になっちゃった。冗談でしょ、今の見た。これはちょっとやりすぎだったわ。手動で行こう。チキン大好き。うん、美味しい。他に何があるんだろう。ぶどう。トリックショット。え、どこ行った。あ、こっちに来た。まさに狙い通り。わざとだよ。もう一回食べそっと。リリー、おやつを買ってきたんだね。あなたにじゃないわ。欲張りだね。おいしい。僕見えないでしょ。音も聞こえないし。僕って天才。振り返るなよ。うん、チップスがない。ジャレットの仕業ね。
そうそう、その通り。こうご期待、賢いフードハックがもっとあるからね。最後の1個のケーキ、買えてよかった。喜んでくれたらいいね。今の聞こえた？いや、なんでもない。忘れるところだった。パーティーハットも欠かせないよ。可愛い貼り紙に丁寧に飾り付けするとパーティーの雰囲気が出るよね。ジュースもあるよ。もうちょっとだね。最高の出来ね。あとはこれだね。キャンドルに火をつけよう。帰ってきた？行かなきゃ。違った、こっちだわ。ケーキがグラスに入っちゃった。何してるの？これ僕のために？お誕生日おめでとう。わあ、スプーンある？ケーキをグラスに入れたんだね。君たちクリエイティブだね。そうね、乾杯。グラスに入れたケーキ、案外いいね。ヌテラをつけたパン、これより美味しいものってある？キットカットがあるともっといいわ。チョコっていくらでも食べられるよね。そうだ、サンドイッチにしよう。うん、甘くて美味しい。美味しすぎるわ。もっと食べちゃおう。リリー、お菓子のこと注意しただろう。一度に一個だけだよ。野菜を食べなさい。いやよパパ、体にいいんだよ。成長期なんだから。後でわかるよ。わかんないわよ。うえ、うさぎの餌みたい。パパ、私が隠してるお菓子のことは知らないわ。砂糖大好き。でもなんで怒られなきゃいけないの？うまい方法があるかも。そうだわ。一切れのパンにグラスで穴を開けるの。クッキー型みたいにね。何枚か同じようにしてね。そしてお菓子を入れるの。うまい隠し場所でしょ。これで蓋をしてね。戻ってきたわ。おいしいだろう。うん、泥みたいな味。まずい。でもこれがあるわ。これが私のヘルシーな食生活よ。はあ、家って最高。待って、これがなんでここに？まあいっか。バナナのアップグレードをお願い。うわぁ、すごい。これこれ、僕も試したい。試してもいい？はい、どうぞ。あ、やばい。さて、どうなったかな。あれ、宝石じゃないの？まあいいけど、僕が貧乏だからか。うわぁ、かわいそすぎる。貧乏ってこれだから。え、うわぁ、ここはどこ？すっげぇ。うえぇ、ちょっと、私が先よ。 Okay. わぁ、とっても綺麗。私の顔にぴったりのフレーム、そう思わない？ほら、こっちのがずっといい。すげぇ。そう、これは傑作なの。しかも全部私のもの。わあ、すごい。ちょっと分けてもらえたり？それより自分の方を開けよっと。ジャックポット、すごくないこれ？え、岩みたいに硬いや。ちょっと待って、こんな重労働にだって使えちゃう。素晴らしい、ありがとう。硬いドーナツ、すごいや。ものすごく使い勝手よかった。よし、僕が先に開けてもいい？おお、乾杯。うん、はあ、そっちも開けてみて。わかった、行くよ。大量の氷だわ。
飲み物は入ってない。え、何それ、ウケる、乾ききってるじゃん。そうね、こんなの許せないわ。そんな時はここよ。よし、これこれ。うわぁ、なんだそれ。さて、今からちょっと手を加えるから、秘密の材料とはやっぱり金だよね。なんて綺麗なんでしょう。少し振りかけるだけでいいの。少しなんて私の辞書にないわ。大量じゃなきゃ意味ないもの。いい感じ。さて、お気に入りのソーダを加えて、シュワシュワ、キラキラうごめいてる。まさに飲める芸術品ね。うわぁ、あとやることは一つだけ。乾杯。こんなの飲んだことない。アメイジング。私に乾杯。嘘だろ、もっと頑張らなきゃ。あれ、もしもし、何？早く作業に取り掛からなくちゃ。長いストローさえあれば十分。それらをつなげていって、ちょっといただきますよ。うん、これ本当に美味しいね。わあ、もっともらうよ。飲んでも飲んでももっと欲しくなる。誰も返事しないじゃない。とにかく私の飲み物はどこ行ったの。あなたね。え、ナプキンが必要そうじゃない。ああ、いや、僕じゃないよ。もう少しでバレるところだった。だから僕は犬恐怖症で。それで、わあ、新しいの来たね。どっちが最初に開ける。はっ、やった、パーの勝ち。私が先。わあ、金のブドウがたくさん。みずみずしいといいんだけど。おお、おいしい。みずみずしくてとっても甘い。わあ、素敵な唇だね。え、唇にたくさん金の粉が。これは活用しなくちゃ損よね。キラキラはいつでもたくさん必要だから。やりすぎなんて存在しないわ。でしょ。そう、私はいつも素敵。触らないで。痛い。分かったよ、自分のを開けるから。虫がたくさん。こんなの食べられないよ。気持ち悪い。そうだ、こんな虫たちに邪魔されてたまるか。なんとかしてやる。しょっぱい水に入れたら汚れが取れていくよ。これで綺麗になった。よし、虫もいない。まあよかったね。私のもいる。いや、自分ので十分。ああ、全くイライラする。あと少しでうまくいくのに。だがこの公式がわからん。もう一度白紙に戻して答えを考えろ。ニュートンもこうは悩めなかっただろ。あ、なんだ今のは。これは符号だ。ニュートンが語りかけておる。さあ秘密を教えてくれ。おお、ごめんおじさん、これ私のお昼。何？空から落ちてきたと思ったが。あー、そうなの。これ使ってたら落ちちゃって。ここなら使えそう。吸盤をしっかり止めて、リンゴをここにセット。ハンドルを回すと皮がむける。簡単でしょ。なんとも驚き。螺旋状にカットもしてくれるよ。あ、そうだ。何度見てもわからん。おじさん、これ見てよ。どれどれ。なんと素晴らしい。脳に効きそうだ。あ、食べられた。全部？で、何してるって？待って、そこ X の2乗じゃなくて3乗じゃない？そうか。ああ、もう最高。どでかい板チョコ1枚。全部私のもの。とっても美味しい。あれでもちょっと硬い。何これ、ニューフレーバー。いや、何か入ってる。金のチケットだ。映画でしか見たことがないやつ。ママー。あー、ちょっと何か起きてる。うん、服が汚れた。わ、何これ、すごいとこ来た。ようこそ、お待ちしておりました。
わあ、気味悪いチョコのおっさんだ。私、あなたの大ファンで。よく言われます。あ、金のチケットあるよ。いや、そんなのはいりません。歯型がついてるし。さあ、いらっしゃい。こちらが工房。てて、ここでお菓子の魔法が生まれます。わあ、ついてきて。ここすごい。あ、待って。しー、作業員が集中してますからね。あ、そうか。ここが私のオフィス。素晴らしい味がここで生まれます。ご覧の通り、様々な味が揃っていますよ。ちょっと待ってて。キャンディーはいかがです？こちらは？え、もちろん。それともこちら？欲しいです。ふん、ひらめきました。場所を分けてっと。バナーに竹串を刺し、汚さないように皿の上、その上からチョコをたっぷり、完全にバナナをコーティングします。うん、美味しそうだ。固まる前にトッピングをしましょう。美味しいキャンディ、味は選び放題。お一つどうぞ。もう待てない。うん、美味しそう。わあ、あなたはチョコの天才ね。ええ、知ってます。ではお帰りのお時間。でも、もっと痛い。すいませんが、仕事で。待って、あれ、全部夢だった？って、頭のこれは？あれ、夢じゃなかった。しー、秘密ですよ。美味しいディナーでみんなをびっくりさせるぞ。新鮮な材料が決め手なんだよ。うん、チキンが焼けたみたいだね。いい匂い。おっと、思ったよりパサパサだな。でも味は美味しいはず。いや、なんとかできるかも。なんでタイマーが鳴らなかったんだ？君のせいだよ。早くしなきゃ。そうだ、こうしよう。もしもし、注文お願いします。ありがとう。早いね、ありがとう。僕の料理よりずっといい匂い。あー、美味しそう。お皿に乗せたら僕が作ったみたいだね。お客さんだ。えい。いい匂いがするわね。私に？僕が作ったんだ。暑いから気をつけて。うん。あ、落ちちゃうね。うん、そうね。ごちそうさま。味は美味しかったのよ。そうだ、見てて。いくわよ。トルティーヤの半分に切れ目を入れるの。そして4分の1ごとに違う具を置くの。トッピングとか調味料でもいいのよ。そして4分の1ずつこうやって折るの。1回ずつね。これで最後ね。できた。これならこぼれないよ。はい、おいしいね。今後は絶対タコスはこうやって食べるでしょ。どうやってこれ全部終わらせるんだ？ああ、分かってきたよ。鉛筆が書けない。いや、何言ってるんだ、分からないよ。ま、濃いコーヒーはあるけどね。さ、集中。これの答え分かるぞ。やってみよう。答えは B なはず。コーヒーを追加。うん、これこれ。うん。まっすぐ見えないよ。うわ、休んでる暇はないぞ。寝ちゃだめ。うっ、せっかくやったのにびしょびしょだ。あー、もう僕って不注意だな。もっと入れよう。どうしたのよ。紙にコーヒーをこぼしちゃったの？
かわいそうに助けてあげたいけど。そうだ、助けられるかも。マグカップ貸して。ポテトチップの蓋がぴったりよ。これでもうこぼさないでしょ。何やってたんだっけ。すごいこぼれなかった。リリー結構やるね。温かいままだし、この問題も解いてくれたらいいのに。はあ、暑い。涼みたい。溶けちゃいそう。おい、汗を飛ばすなよ。マジ？温度計を見てよ。え、あ、気がつかなかった。ああ、牛乳でも飲む？いらない。そうだ。なんだ？これで涼しくなれるわ。最後のアイスクリーム。これで完璧。もう待ちきれない。美味しそう。なんで？最悪。こいつ信じらんない。ごめん、これ食べない？アイスクリームが欲しいの。私の人生終わってる。ダメか。いいこと考えた。まずはチョコを砕いて、ストレス解消にもなるね。次はパッケージの中に牛乳を注いでっと。上まで注がずにスペースを残しておいて、中にアイスクリームの棒を入れたら冷凍庫に。ちゃんと凍ったら取り出してっと。まだ終わりじゃないよ。溶かしたチョコの中に入れよう。コーティングできたらチョコが固まるまで待つ。これだったら喜びそう。くれるの？ありがとう。もちろん、2本作ったから。これで絶対涼しくなれる。メイクもバッチリだし、髪型も完璧。よし。あ、何かが足りない。イヤリングを忘れてた。これを忘れるなんて。でも準備できてるから大丈夫。あー、片方しかない。どこに行ったの？マジ？あった。あー、お菓子だった。食べちゃおう。どこに置いたんだっけ。ない。床かな。大丈夫？ごめん、全然見つからない。どうしたの？大丈夫？イヤリングを片方なくしちゃったの。あー、それだけ？助けてあげられるかも。食べられるアクセサリーを作ってみよう。ポテチにフックを取り付けるだけ。ほら見て。あ、かわいい。やった、イヤリング。これでオッケー。行かなきゃ。喜んでもらえた。待てよ、誰あの子。わあ、ハラハラする。目が離せない。って、チップスが切れた。でも大丈夫、食べるものならある。映画見てるとお腹が減るな。なんか忘れてるような。あ、学校に遅刻だ。着替えなくちゃ。ジーンズを履いて。なんで入らないの。で、ダメだこりゃ。お願い入って。そんな食べてないって。あー、もう無駄。最悪だ。おっと、転んじゃった。やれやれ。うわ、それだけはダメ。ちょ、ごめん。ニキ、どうしたんだよ。何があった。ジーンズが入らない。そんだけ。大したことじゃない。俺が手伝うよ。じゃあ一汗かくぞ。始めよう。そう来なくちゃ。
いいぞ、その調子。ミッキー、でしょでしょ。あ、大変だな。おいおい、これにしな。やだ、君のためなのに。ああ、そうだ、こうしよう。リンゴを半分にして、上にフルーツ、そしたらリンゴで蓋をする。ミキ、フルーツバーガーだぞ。今バーガーって言った？ほら試してみなって。わかった、バーガーに負けた。うん、これ美味しい。それにずっとヘルシーだろ。もっと持ってない？では遅刻したかも。おっと、ボタン止めないと。うん、スタイル最高。いいじゃない、行ってくるよ。やっぱフルーツだろ。ああ、ただいま。大変だった。おや、大丈夫かハニーって、なんだあれは。ミッキー、大丈夫？パパが帰ったぞ。ミッキー、おい、目を覚ませ。パパ、なんと。あ、パパだ。おい、何があったんだ。スイカが美味しくてさ。食ってたのか。はあ、じゃあそこで待て。何が必要か分かってる。そうそう、これだ、これ。これさえあれば大丈夫。スイカを半分に切り、このガジェットを果肉に通す。転がすだけでスイカがカットされるんだ。散らかることもない。カットスイカがたくさんできた。ほら、これを見てくれ。気に入るといいが。うん、私に？ありがとう。スイカ大好き。とってもジューシー。それでこそだ。って、もう食べたのか？まあそれが私ってやつ。でもそんな私が大好き。じゃあもっと切ってこないとな。すぐ戻るぞ。ありがとう、さすがパパ。起きて。なんだ、何があった。お腹が空いたんだけど、多分この子も。もちろんだ、トムハーニー、すぐに戻るよ。寝かしてもらえない、考えろ。そら、健康的なフルーツプレート、これがいい。揃ったな。さあ用意したぞ。気に入るかな。いらないかも。そうか、じゃあ待ってて。これならどう。いや、違う。キャンディ？ケーキ？パス。台所にあるもの全部。わあ、でもいらない。ってことはこれか。なわけないでしょ。こんだけしかないんだ。でもでも、どれも食べたくない。大丈夫だ、すぐ考える。これは悪夢だ。どうすればいい。待てよ、ひらめいた。このレンジを使おう。空に空のペットボトル、上を切り落として中にオレンジを入れる。それからキウイにオレンジをもっと、そこにヨーグルトだ。隙間なく注ぐぞ、上までたっぷりと。これで完璧。そしたら凍らせよう。これで十分かな。そしたらボトルから取り出す。よし、できた。これをスライスしよう。おお、冷たい。でも味は保証する。持ってってあげよう。いつまで待たせるの。うん、さあサプライズだぞ。そう、じゃあ食べてみる。本当に？ああ、よかった。おお、これ美味しそう。食べたかったの、こういうやつ。ほんと美味しそう。わあ、アレックス、これいいかも。また今度も作ってよ。あれ、アレックスどこ行った？
それならもうちょっと食べよう。さすがパパ天才だね。お腹をいっぱいにするのに高級食なんていりません。時にはフルーツがあれば十分だったり。皆さんがご存知のフルーツライフハックをコメント欄で教えてください。動画のお友達との共有とチャンネル登録も忘れなく。新着動画をお楽しみに。